石田春子は、日本の元フィギュアスケート選手並びに指導者。妹は、歌手、女優、石田あ美、石田ゆり。大阪府池田市出身。大阪教育大学付属池田小学校、総合中学校、高等学校、同志社大学卒業。母が、大阪市北区の梅田スポーツガーデン内で、喫茶店を経営していたのをきっかけに付属池田小3年生から、 スケートをはじめ、田中哲太郎、稲田悦子に指導を受けた。1968年、グルノーブルオリンピック女子シングル、日本代表として出場した。1968年に引退し、指導者としては、小林玲子、青谷泉、柏原幸子等を育てた。石田歩美と石田ゆりは共に春子の実前で、フィギュアスケートを習っていた。また、春子の実は、 松幸かな子の芸名で宝塚歌劇団に在籍していたことも知られる。妹婿、中西彩の小説、てるてる坊主のテル子さんに春子として登場。2002年の舞台化では、宮崎優子が2003年に NHK 朝ドラでテレビドラマ化のテルテル家族では、こ野のまひが演じている。また、同番組では、こ野のスケート指導も担当した。ありがとうございます。